ちょっと待った。どうした？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。やつはおかしな道具を使うんだ。道具？レナの武器ってこと？多分な。やつの周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。死角がないってことか。ああ、だから俺が正面からヤツと守りをぶち破る。はあ？守りが固いんでしょ？だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。分かった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。待ちくたびれたぞ。ネズミらしく逃げたのではと心配したわ。ジルファの仇、そしてシスロディア解放のためお前を倒す。大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織のどれ一つとして我らレナの支配に傷をつけたものはない。五稜のいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったよね。は、両力の身が取り柄の男一人失ったところでいかほどの損失にもならぬわ。だが小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はスルドブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五稜全てに及ぶ前に。リンウェル、大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルト・ファルキリス、全力を持ってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。よくもおやじろ。一度は我が元に来て、どの口で言うのやら。姫疲れたりするものか。逃がさんよ。やっとやるよ。
出せ。しぶといネズミども、終わりだ。その恐竜たち連打が来る。終わりだ。かけろ。終わりだ。
終わった。でもジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき？ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなっていうのか？死んだんだぞ。人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに。そうよ、戦ってるのよ。今頃気がついたの？ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというならさっさとカラグリアに帰ったらどう？できることならこのまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと？くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。こんな時だからこそか。叶わないな。ひどいやつだったね、カナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが3人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった。なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな。君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国は何とかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた。諦めない限り壁は壊せると。そうだな。少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。ああ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたい奴がいる。
本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。町を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？どうやって？俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だな。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。諦めない限り終わらない。そしていつかは壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたもの、それを見に行かないか？俺にその資格があるのか？お前はどうしたい？俺はもう失いたくない。逃げたくない。だから あんたと一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。